チカさんの発音を聞きましょうボタ,ボタンじゃなくてバ t o ンって言いましたよね実は俺がこの単語を言うとバ t o ンって言うんですけれどもそれが俺の名前かもわかりませんねチカさんはバ t o ンって言いましたよねそれは100%アメリカ英語だと思います俺の名前と違うけどボタンよりバ t o ンそれともバ t o ンって言ってくださいね A Japanese event. ジャパニーズじゃなくて ジャパニーズって言いましたよね。気をつけてくださいね。カタカナ英語で言うと、ジャパニーズね。ああって感じがするけど、アメリカ英語で言うと、ジャパニーズですよね。赤い絵を読むと、え。ピンク絵を読むと、え。それで、ジャパニーズ。気をつけてくださいね。ジャパンと逆です。赤い絵読んでくださいね。えだから、ジャパニーズですよね。ジャパンになると、ジャパンですよね。ピンクも逆だから、 気をつけてくださいね。ジャパニーズはジャパニーズ。ジャパンはジャパン。この英語のカラフリが気になりますかピ r k ア m o n o s, <S キモノ。きものより o n o って言いましょう。日本語の着物は着物のですよね。も、も。でも、英語で言うと kimono になりますよね。もうよりもう。 英語で喋りながら日本語の単語をアメリカ英語の言い方にすると難しいかも分かんないけど頑張りましょうねキモノ日本語で話すと「きモノって言ってもいいと思うんですけれども英語で話すと「きモノって言いましょうちかさの文法を聞きましょうね 早いなぁ。でも、これが基本的な喋り方ですね。教育英語弁で言うと、What are you going to wear today? だけど、チカさんは、What are you gonna wear today? って言いましたよね。全然違いますよね。学校で習った教育英語弁聞くとわかるけど、自然な英語で喋りたかったらね、こういうアメリカ英語の省略パターンをマスターした方がいいと思いますね。これを聞くと、チカさんは完全にアメリカ人に聞こえるよね。What are you gonna wear today? しかもチカさんの3歳の娘が聞き取れたよね。What are you w a t i m not going to tell! なんでかっていうとこういう省略パターンの喋り方は基本の英語ですね。誰でも分かるから君も勉強した方がいいと思います。こういう省略パターンもっと詳しく勉強したいんですか ?Honey was pretty exhausted.By this time she was pretty tired.Pretty って。 かわい,いという意味があるんですけれども副診になると結構という意味ですよねだから結構使えるよえ ?It's pretty useful ほらチカさんもよく使ってますよねチカさんみたいに英語でしゃべりたかったら p プリ t ィって使ってくださいチカさんのスラングを聞きましょう asking questions and trying to figure out where all the pieces go figure out という言い方は結構英語ネイティブって感じがしますよね レベル高い英語じゃないと思うんですけれども、これ結構使えるよ。I'm trying to figure out how to speak more like an American.I'm trying to figure out how I can get a student visa. Every week I'm figuring out how to make a better video. 結構使えるフレーズだし、これを使うと英語ネイティブって感じがしますよね。ほんじゃ、ちかさんの英語はどうですか 勉強してないって言えないし、勉強中っていう感じがしないよね。英語ペラペラって決まってるけど、帰国史上じゃないんですよね。なんでかっていうと、発音の失敗が完全になかったから、チカさんは英語ネイティブですよね。パチパチ。しかもアメリカ英語ですよね。完全に。間違いない。発音もパーフェクトだったし、イントネーションも 完全にアメリカ人に聞こえたからアメリカ生まれじゃないんですかそれとも本当に若いうちにアメリカに来たって感じがしますよねそうだよね帰国子女って感じがしないよねしかも近さの日本語はパーフェクトじゃないんですかちょっと羨ましいんだけどさ 思ってるより簡単だと思うんですけれども、ちょっと努力したらね、誰でもバイリンガルになると思うから、モノマネすると、もっと英語ネイティブに聞こえるから、もし君がそういう目標があればね、ぜひ、チカさんの全ての動画を聞いて、モノマネしてください。こういうレッスン好きですか会先輩のチャンネルに登録して、会後輩になってください。起立礼。ではまた今度よろしくお願いします。